でもさ、今回は世界的に有名なマジシャンの種明かしを見ていきましょう。前もね、マジシャンの種明かし見ていきましたが、今回は違うマジシャンの種明かし、とっとと見ていきましょうか。さて、これは塩を持ってなんと手の中に入れると消えて空中を移動してなんと右の手から出てきました。すごいな。これもう一度見るとさらに凄さがわかりますね。塩を用意してそれをね手の中に入れると消えてなんと空中を移動して右手から出てくる。しかもね半袖だからね、どうせ服の内側通ってるんでしょうとかないですよ。瞬間移動です。でね、ジュースも取り出して、じゃあジュースを手の中に突っ込むとこれも空中移動をしてなんとあっちの方を通って出てきました。すごいね。これ手のひらになかったのに塩も瞬間移動、ジュースも瞬間移動ということですが、まあ動画にしてるわけなので種はありますよね。じゃあこれ皆さんどうやって瞬間移動させてると思いますか？これはですね、ちゃんと瞬間移動してるんですね。まあ嘘ですね。これにもちゃんと種があります。しかも皆さんも練習すればできるような種ですね。まず最初にこの手の中に秘密があります。この手の中にはこういう指型の形をしたカップ的なものを入れてるんですね。じゃあその指型のカップはどこに置いてたのっていうと親指にはめてました。そういう話よく聞きません？で、左手で輪っかを作るときに親指のキャップを手の中に入れてその中に塩を入れるんですね。まあそこまではわかりました。で、どうやって右手に移動したのかというと、はい、この時右手の親指を左手の手の中に突っ込んでますよね。もうここでね親指にサクッてはめるんですね。で、その中には塩が入ってます。このピーンって伸ばしたこの親指に塩が入ってるんですね、ジュースも。で、その後見ればわかるんですが、右手で親指を突っ込んでキャップを外してる仕草してるんですね。で、あとはもう親指のキャップを持ってるだけなので垂らしたら、もう簡単ですね、案外ね。でもこれをバレないようにするからプロっていう、そう呼ばれてるので、案外種って分かっても難しいんですよね、バレないようにするのが。ということで、これは親指にはめてあったキャップを使ってしかもバレないように移動させてるというね。半袖だから大丈夫だとか思ったらダメですよ。もう肌にも化けますからね。肌に化けるって言ったらもうわけわかんねえな。そんな感じで瞬間移動しました。さて、次のマジックは iPad を使ったマジックの種明かしですね。よくありますもんね、 iPad 使ったマジックって。でもただ映像編集してるだけなんでしょうみたいな、そういうのありますよね。次はそれを見ていきましょう。はい、これね、映像を引っ張り出す、これはねわかりますよね。どう考えても映像に合わせてるだけだみたいな。それだけじゃマジックとは言わないので、どんどん見ていきましょうか。次はこれ、太陽をなぞってってどうやるのかというと、お、なんとね iPad の中の光を取り出してしまいましたね。これはどうなってるんでしょうか。はい、次はテニスボールを出して、あー、これね、あのテニスボールを実際に取ってみるみたいな、よくあるやつですか。あ、ちゃんとね取り出せましたね。しかも弱くない、ちゃんと硬いボールみたいな。あ、次はあれですかね、息を画面の中に送り込みますみたいな。これもねなんか分かりやすいですよね。どうせ編集してるだけだろみたいな。この風もどうせ元からそういう動画だったんじゃないのみたいな、そういう風に思いますね。次は画面上のコーラを吸い取る。あー、これもねまあ編集だと思いますね。あ、次は、じゃあ牛乳を、なんと、お、素直にすげー。え、もう一回見ると牛乳を画面に振りかけると画面の中の人に垂れていく。これどうなってるんでしょうね、難しいですね。次はこの iPad の上になんと蛇口をつけて、あれですかね、そこから出てくるよ的なマジックなんでしょうか。いや、これで出せるっていうのはねすごすぎますよね。そしてバスケットみたいな人が来て、お、その蛇口をひねるとなんと出てきましたね。さっきの牛乳ですか、これ。牛乳が出てきましたよ、 iPad から。なんで出てくるのか不思議ですね。はい、これがマジックだったんですけれども、一つずつ見ていきましょうか。まずね、最初の紐を引っ張った動画は後ろから紐を普通に持ってきて合わせてるだけですね。そんな難しくはないです。
じゃあこの太陽を取ったのはどうやったんでしょうか。まあ、太陽を取るっつってもなんか怪しいですが、太陽が動くのは動画で、手はなんで光ったのっていうと、親指にはめるタイプの光るライトをつけてるんですね。なのであれも普通ですね。先ほどの塩をワープさせた人と同じ親指を使ってます。じゃあテニスボールはこれどう考えてもマジックっぽくねって思うかもしれませんが、あのテニスボールがどこから来たのかというと、はい、よく見てくださいね。この時左手を iPad の裏に持ち込んでってるのが分かりますね。最初は右手に隠し持ってて、テニスボールを出す時にその外側から左手を持ってって、右手からパスして手に握りつぶして出してますね。もしくはこの iPad の裏に小さく丸めたテニスボールを隠しといて、左手で裏から潰したテニスボールを拾って出すみたいな、そんな感じの仕組みとなっておりますね。じゃあ、あの牛乳はね、驚いたかもしれませんね。牛乳はどこ行ったのって思うんですが、まあ、牛乳がかかってくる動画は、あれは元から用意してた編集の動画です。じゃあ、あの牛乳どこ行ったのって、普通にかけてたら垂れてこないって思うかもしれませんが、あのコップに秘密があるんですね。あのコップ実はこのような形になってて、内側にある時は普通に見えて、で傾けるとこのくぼみから中に入ってって、あたかも牛乳がなくなってるような感じするんですが、よく見るとね、牛乳流した割にはあんまり量減ってないんですよね。外側に行く分若干少なく見えるんですが、じゃあ最後まで使い切ってよってなったら、もうね、マジシャン泣かせなので、そういうことは言ってはいけませんね。しかもこのカップに注目するとわかるんですが、ここに線が入ってるからね、くぼみを紛らわすっていう、そういう作戦があるんで、これに確実にくぼみが入ってるのは当たりですね。じゃあ最後の蛇口、これはね、ザ・マジックって感じですが、あれにも種があるんですね。蛇口は普通にポンとつけます。しかしこの蛇口に細工があって、ここの倒すレバーのところに穴が開いてるんですね。じゃあその穴に何をするのかというと、ホースを通します。手の内側にホースを隠してるんですね。これは他のマジックの動画なんですけれども、見てください。もうこれはね、ホースが見えちゃってね、このような感じで同じトリックを使ってるんでね、多分この肘のところからパイプを伝ってって、そこから牛乳出すんでしょうね。だから肘どかしてくださいよとか言ったらね、牛乳止まっちゃうんで、そういうマジシャン泣かせはやめましょう。そんな感じのトリックがあって、マジックとして楽しめるんでね、まあ、どういう種なんだろうって探ってみるのも面白いと思うんで、皆さんやってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。すっ。